はい、山田です。ドランバスター勝てないっすね。いろいろ試してるんですけど、皆さんもどうですかね。回してみてなんかスタミナがないただのベイだなっていう感じなんですけど、まあユニークラインなんで変重心なんですよね。それでちょっといろいろ試して良かった改造をちょっと紹介しようかなと思います。まずね、これヘルズハンマーについてるヘキサビット、これがねちょっと相性が良かったんでちょっと紹介しようかなと思います。ちょっと相手はだいぶ下げてウィザーダーローにちょっと協力してもらいます。ちょっと後打ちでいきますね。オーバーフィニッシュ。このヘキサビット何がいいかっていうと、すげえブレるんですよ。こんな感じでね、これが強い。じゃあ次、ナイトシールド。ああ、しのがれたね。惜しかった。ちょっともう一本いってみましょう。これデフォルトより強いでしょ。こんな感じで、じゃあ次ヘレズサイズ。これは時給負けかな。はい、新フィニッシュ。ちょっともう一本いってみましょう。ワンフィニッシュ。まあ後出しだからね。これが同時シュートになると分かんなくなるんだよね。でこのカスタム外周に落とすよりセンターに落とした方がこんな感じで暴れてくれて相手を外にやってくれますね。じゃあ次何にしようかな。じゃあちょっとウィザードロット行ってみましょうか。こんな感じでね、あのヘキサビットが今んとこ一番いいかなっていう感じです。
まあよかったら真似してみてください。以上、山田でした。バイバイ。